人生は縁でできています。この縁というのは遅からず早からず絶妙のタイミングでやってきます。この番組はそんな縁に的を絞りまして、人の心の扉を開ける専門家村上信夫がいろいろな方々にお話を受けたまっております。今日はですね、語りを芸にしてしまった山田雅人さんにエンタビューします。体内の水の波動を整える奇跡の健康機器セルパワー、数千の特許を無償公開した天才発明家正木和美氏の神経波磁力線発生機。現在では供給が途絶えてしまったこの機器を性能まで忠実に完全復刻したセルパワー、さらに正木氏の理論を現代の制御技術で完全に実現したセルパワーアルファ、数々の専門書籍や学術論文にも取り上げられ、その奇跡的な効果に驚きの声が上がっています。レンタル購入はホームページまたはお電話で。いや、この度はようこそお越しくださいました。もうありがとうございます。本当にありがとうございます。僕ね、いろんな仕事からタレントさん俳優さんに会うんですけど、はい、その謙虚で誠実で実直というねいやいや、この三拍子、いやいや、こういう人に会ったことない。いや、会ったことないですよ。え、いや、もう村上さんとね会うとね、いつもそう言ってくれはるから、はい、ええ人間にならなあかんのかなと思って。いやいやいや、それプレッシャーが。今日洋服はブラックだけど、はい、ブラックの部分もあるんです。あります、あります。へえ。もうなんかね、いい人やとか言われたらそうならなあかんのかなとか思ったり。大変です。もあと腰は低いし、物腰は丁寧だし。いや、昔、それはね、うん、昔から小学校の時からです。あ、そうですか。もう小学校の時からもうね、あんまり喧嘩強い方じゃなかったんで、うん、とにかく笑いを取るといじめられずに済むっていう。あ、面白いやつって結構助かるんですよ。はいはいはい、でも小学校の時から競馬中継やったり。え、小学校からやってたの？小学校のね、5年ぐらいからね、ずっとやって。それだね、不良ってね、村上さん、はい、喧嘩は強いですけどね、競馬とかやったことないんですよ、学生やから。ほらね、競馬中継やったら一目置いてくれるんですよ。お、なんかこいつすごいやつやな、すごいやつやなと。こんなリーゼントした喧嘩強いやつでも、うん、競馬やってる人、お前やるなみたいなね。へ、結構助けられましたね。そうですか。今冒頭僕は語りを芸にしてるって言いながらちょっとこれでいいんかいなと思ったけどいいえ、人を語る語りじゃなくて。そうなんです。これ どういうことですかね、初めての人に説明すると。これはね、一、うん、人の人物伝を取材をして、はい、自分で脚本書いて、はい、1時間言葉だけでその方の人生を伝えるという。はあ、主にスポーツ選手が多いですよ。最初はスポーツ選手ばっかりでした。はい、で今はまた増えてきた。今もいろんなジャンルの歌手の方とか、はい、うんうん、それからあの文化人というんでしょうか、はいはい、あの実業家の方とかも取材して作るようになりました。これ今取材って言葉が出てきますけど、はい、その人に実際に会って必ず会うわけですよね、うん、あの亡くなられた方はご遺族に、ご遺族に会って、はい、でもう大学ノートかなんか持ってって。そうです。取材しまくるわけです、はい、でそれに基づいて全部台本書くんですよ。書いた上で見ながらやらないんですか、はい、いや、それを書いた上で全部体の中に入れて忘れて舞台に立つっていう。はあ、それも還暦すぎても記憶力が衰えない。もうこれね、好きなんですよ。だから昔ね、競馬のね、うん、なんで僕が学校の時人気者やったか言うたら、うんうん、競馬の名馬の物語を昼休み、はい、食堂でやるんですよ、はい、だから10ポイントとか。ちょっとここじゃあ学校の食堂給食の時間だと思って、はい、ちょっと再現してもらっていいですか。もうね、どんな感じなんですか。例えばですね、名馬10ポイントのおばあちゃんは雲若という名前です。このおばあちゃんが伝染性貧血症という病にかかって、もう子供が産んではいけないというふうに競売会から言われたけども、牧場の人たちが裁判に訴えたら、これがもうそれは病気じゃないということになった。ほんだ子供を産んだ。そしたら母親が若雲という、雲若が若雲を産んだ。この若雲が産んだ子供が10ポイント。この10ポイントが幽霊の子と言われた。馬主さんがかわいそうな一族だと言うんで、これは10ポイント、新聞の小さな活字を10ポイント活字と言います。こんな悲運な一族で幽霊の子供や言われた一族に、新聞の活字に載ってほしいと願いを込めた付けた名前が10ポイント。その10ポイントは有馬記念で天馬東照ボーイを倒した時、10ポイントの10倍の活字で新聞に載ったんです。すごい、こういう語りをね。はあ、これを学校でやってたわけですよ。え、小学これはね、10ポイントは高校1年の時、高校生の時。それはもう不良もね、これは人気者になるわ。不良、震え上がるんですよ。はあ、お、ただもんじゃないぞ山田はと。はあ、なら僕はいじめられたことないし。なんかこう一つのワールド、世界観が出てきますよね。想像させるんです。想像しますよ。だから競馬知らない人にも分かるように語るっていう映像が浮かんできますもん。
そうですか。あ、嬉しい。すごいな。でこれはね、だから落語でもないし漫談でもないし、うん、なんか他にないですよ。僕が作った芸です。はあ、笑いも時々あるわけです。もちろん笑いが見れます。泣かせることもあるし、はい。いや、村上さん、あのしゃべり手でね、1時間ね笑いがなかったらお客さん聞いてくれないじゃないですか。僕ね、実はあの今年の1月に山田さんに僕のトークライブに来てもらって、はい、休憩挟んで2時間、はい、ずーっと笑いっぱなし。え、ね、笑いが絶えなかったよね。でも笑いがないとね人って緊張感持たないですよ。だから僕は絶対笑いを入れます。必ず、はい。でもそれ笑いを取る笑いじゃないんでしょ。なんかよくほら落語家さんとか漫談の方とかは、はい、わざとおもろいこと言ったりダジャレを言ったりしてて、うん、なんか笑いがこうなんか前に立つけど、はい、山田さんのなんかそんな笑い笑い笑いって言うんじゃないけど自然に気がついたら笑ってる、自然に笑ってるというね、うん、でその僕のやっぱり枕っていうね、やっぱり本題に入る前の枕でとにかく笑かすんですよ。ああ、そうなの。でこのこいつはおもろいなと、うん、あ、印象を与えると少々真面目な話しても安心して、あの枕がなかったら客が不安になるんですよ。こいつずっと真面目な話すんのちゃうかっていう。つかみが大事。つかみがこいつおもろいやつやないのを最初の5分でね分からせるんですよ。それは大阪市に生まれてよかったですね。よかったですねあの大阪っておもろい人いっぱいいるじゃないですかそうそうそう、だからそこで揉まれてよかったですよ。だって村上さん朝の6時からね早起き寄せ言って寄せ番組やってんの関西だけですよ。ああ、それを小さい頃から見てた。小さい頃から見てましたから。はあ、もうそれでこう自然に面白くなりますからね。はあ、だってこパン屋さん行ってね、アンパンちょうだい言うたらパン屋のおっさんがはい1個100万円って言うんですよ。ほな小学生が、うん、安いなとか言ってね、そんな小学生がパン屋のおっさんに返すそういう町です。大正区、あ、そうなんだ。大阪市大正区だから、いわゆるダウンタウンですね。はい、はいはい、だから笑いがもう体の中に入ってるんで。でもこうさっきも言ったみたいに実直でねそういうなんか普段パッと見てたら面白いこと言うのは人に見えない。いや、だからね、そんなタイプ、真面目そうに見えるからおもろないんちゃうかこいつっていうね。真面目そうだな、はい、だから真面目そうに見えるからそんな面白いこと言えへんのちゃうかっていうね。はすごくこうがんもその辺パワーいりましたね。あ、逆に逆に。へえ、あの最初から面白い顔の人っているじゃないですか、うん、名前は言えませんけど、はい、そういう人は得じゃないですかなんかもう出ただけでおかしいみたいな、うん、で僕らはやっぱり喋らないと笑ってくれないんで。あ、でも喋りだけで持たせるってすごいね本当に。でもね、競馬中継やるでしょ、うん、でこれをね学校の時お楽しみ会でずっと優勝してたのが、うん、なんで優勝したか分かります。いや、あのね、学校の時に嫌いな教頭先生とか、うん、風紀係の先生、はい、馬に混じって走らせる、うんうんうん、ほんで直線で落馬させるんですよ。え、騎士かなんかにしちゃうわけ。じゃ馬にするんですよ。何々先生が突っ込んできた直線コース、敗戦コースの外からやってきたおお、いつも風紀係のことをしているから足がもつれて転んだ転んだって大爆笑なんですよそこで仕返ししとくわけ。仕返しする。へえ、ほんでちょっとまあその不良なんかも構想させるんですよ。本当はいいやつだみたいな、観客のね、みんなを喜ばせるために強ぶってるだけだみたいなね。だ、不良の目にも涙ですよ。なるほど、不良の目にも涙、新しい言葉さが出てる気がするけど。ピュアなんですよ。あの不良って強ぶってるだけ で実はちゃんといじってあげるとものすごく一本気なんですよ。へえ、まあとにかく競馬の話がワンサが出てきましたけども、すいません、あの、まあ、もういきなり言っちゃいましょう、はい、あのなんといってもこの人のご縁がなければ今日の山田正人はいないという、はい、それがお父さん。そうなんです、はい、山田和夫です。和夫さん、はい、山に田んぼ一に男山田和夫のおかげで競馬を覚えました。はあ、やっぱりそのお父さんが競馬好きだったってことですね。そうなんです、うん、だから僕が物心つく前から毎週鉄工所やってましたけど、はい、土日休みでしょ、はい、競馬場、京都競馬場に毎週僕を連れて行くんですよ、はい、もうすごい英才教育っていうか、なんていうか英才教育っていうかね、うん、母親が怒るんですよ、はい、毎週競馬場行ったら、うんうん、ほんなら物心つく前の僕を連れて、うん、ちょっと行ってくるぞ正人を連れて動物園に行って言うんですよ。確かに動物園やね。僕ね、小学校3年までね動物園って馬しかいないと思ってました当時の絵日記見たら今日は3番の馬が強かったとか今日は5番の馬が強かったとかそんなばっかり書いてました絵日記に。絵日記にそうなんだ。そうなんですよ。だから親父がいなかったら競馬はね
覚えてます。そこで実況中継。お父さんはなんで連れてったんだろう。そのなんかちょっとごまかしなんですか。毎週行くと母親に叱られますから、うんうん、父ちゃんそんななんで子供がおんのにね、うん、遊園地も行かんとね、毎週競馬場なんか行かなあかんね、うん、子供遊んだって言うて、ほんなら動物園に連れて行くと言うといて毎週競馬場行ってんねや。嘘ついてねでただ見てるだけだったらなんでその実況をやるようになったの。これがね小学校3年の時です。はい、谷のムーテという馬が出てきて、ああ有名な、これがね皐月賞ダービー勝って、うん、菊花賞の時出てきた時全速で全名勝言うて喉鳴り、え馬も全速にかかるの。でも全速で、はあ、ほんでもう三冠かかってるわけですよ。で三冠かかってるけど、うん、全速やから無理やいうのを京都競馬場で向こう上面、はい、谷のムーテ杉本清さんの実況ですよ。谷のムーテ全速の音がここまで聞こえそうですという名実況だね。名実況で全速の音がここまで聞こえる。全速の喉鳴りの音がここまで響いているぞみたいなそれでもムーテ来た、それでもムーテ来た言うて、その時の京都競馬場ぐわー湧いたんですよ。それをじゃあ聞いてて、もう鳥肌立って、うん、子供なりにね、うん、ほんな親父が、うん、な僕当時小児全速やったんですよ。まさと馬でも全速こんだけ頑張るんやと、お前も頑張れと、全速を直せと。いい教育だね、教育、競馬が教育ですね。競馬が教育で直しちゃったんです。直しちゃったんですよ。はあ。であのまあ寒風摩擦とか、うん、全速するために皮膚を鍛えたり、うんうん、もう本当にそれで谷のムーテのおかげで全速治りました。へえ。でそのうち実況をやり始めたのはおもろい、いや聞いてておもろい、聞いてて面白いから、うん、ほな当時ねビデオがなかったんですよ。今みたいに、はい、で今はビデオで見れるでしょ、はい、当時ビデオがないから、うん、もう一回谷のムーテのことを思い出そうと思ったら、はい、頭の中で思い出すしかないんですよ。そうしたら実況なんですよ。競馬場に行った時のことを思い出しながら、それは実況しかないんですよ、はあ、ビデオはないから、はあ、だから今の時代やったら僕実況やってないです。ビデオ見ますから。そうか、うん、ないから、じゃあイメージネーションないからやむを得ず実況やってたんです。へえ。家帰ってからやるんですか。家からずっと、家帰ってきてももうずっと自分の部屋にこもって。それこそお母さんに何か言われなかったですか。言われましたよ。うちの母親このテレビのインタビューで、マサトは競馬さえなかったら東大に入ってましたとかいうわけのわからんこと言いまして東大本当は受験したけど、受験してるんです。後にそう、あれは母の思いを叶えてあげようと思って知能指数が高いのに競馬のおかげでこの子は脳みその全てを競馬に使ったんですそんなことワイドショーで泣いたんですよ、全国放送で。ああ。もうえらい目に遭いましたよもうお母さんでも競馬場で働いてたんでしょ。それがね、大学の時に僕は大学で自分で学費稼いでたんですよ、競馬場で警備員のアルバイト。だってお父さんも競馬、それはお父さん客として行くわけだ。だって僕ね、うん、物心つく前から競馬場行ってるから、うん、競馬場が遊園地みたいなもんだから、うんうんうん、怖くないんですよ、はいはい、だから警備員の仕事で親に内緒で、うん、警備員の仕事、親に内緒ったって合うじゃないですか。いや、だから目の前見たら母親が家族に内緒で馬券売る仕事してたんですよ。おお母ちゃん毎週土日パートってこれやったんか思って、まさとアルバイト頑張れよって手振ってるんですよ窓口でほな僕もお母ちゃん頑張って馬券売れよ言うて、家族に内緒で親子がね京都競馬場で母と子がそこで対面してるんですよ。じゃあもうお父さんもお母さんもそしてマサトさんも全員競馬場、競馬場で母と僕が働いてるその真ん中をうちの親父が家族に内緒で馬券買いに来るわけですみんな家族で内緒で行ってて、そこでお手に、あ、じゃあ全員が京都競馬場で母父僕ですよ。お考えが欲しいけど家族であのギャンブルの現場で母父僕ですよ。なるほど、働き遊び働きですよ山田家は競馬場と共にありということ。ほんだね、うん、母親がね窓口ガーン開けてね、父ちゃんか言うて、父ちゃんすごいですよ、競馬新聞で顔隠して違う言うたんですよ落語やそれ。ほんまにほんまにね、だからお笑いの世界入れたのも父のおかげ。そうか、はい、うん、それってオチじゃないですか、はい、新聞で顔隠して違うっていうのはそれを教えてくれたわけですね、笑いの作り方を。そうやね、うん、教えようともなく教えてくれて、教えてくれてるという、だから僕は父に感謝してます。あ、山さんちょっと一服していいですか。はい。体内の水の波動を整える奇跡の健康機器セルパワー、数千の特許を無償公開した天才発明家正木和美氏の神経波磁力線発生機。
現在では供給が途絶えてしまったこの機器を性能まで忠実に完全復刻したセルパワー、さらに正木氏の理論を現代の制御技術で完全に実現したセルパワーアルファ、数々の専門書籍や学術論文にも取り上げられ、その奇跡的な効果に驚きの声が上がっています。レンタル購入はホームページまたはお電話で。いやー、もう山田雅人の世界に引き込まれてしまっていやこれタジタジみたいな。いや僕ね、これ村上さんってすごいなと思うのは、自由に喋らせてくれるじゃないですか。いやいや、もうそれはそうですよ。泳いでいただくのが仕事やから。ものすごく気持ちよく今日泳いでますもん。いや、せやけどその関西帰ってきて、うん、今のほら三代沢さんとラジオの番組やってはるやん、うん、あれ聞いてたらマシンガントークが2人でそうそう、しゃべくってしゃべくっていつまでしゃべってんねんみたいな、はい、やっぱしゃべくりが好きなんでしょ。好きなんです、ね、もう大好きなんですよ、はあ、だから子供のまま大人になった61歳です。ああ。今も競馬の話内容変わってませんもん小学校の時と今同じこと喋ってます。そうだよね、うん、テンポイントの話なんて舞台でやってるけど、うん、それ昼休み食堂で喋ってた話ですもん。ねえ、まあ、好きで好きでしょうがないんだね。はい。で最初はそうやって競馬ばっかりやってたんだけど、はい、その競馬からだんだん他の方へ行くのはどうしてなんですか。これがね、うん、ずっと競馬やってた時に、うん、放送作家の高田文夫先生が、はい、山田、ま、ねと、俺競馬知らないんだと。競馬もう行きましょうか。じゃあご縁その2。あ、そうですか、そうですか。高田文夫さん、あの競馬知らない俺たちにも分かるような、うんうんうん、お前物語作れないかと、うん、頼むよって言われたんですよ、うん、そうか、競馬知らなきゃついていけないもんね。ついていけないから、うん、まあ、その語り口調で、うん、野球を作ってくれよって言われて、うんうん、何を作ったらいいですかって言ったら、稲尾和久、はい、鉄腕ね、鉄腕、うん、西鉄の3連敗の後の、うん、4連勝、はい、で長嶋さんと対決して、はい、それ作ってくれよ、なんだっけ、神様仏様稲尾様って言ったんだよね。でそれを宿題出されて、はい、宿題が来たわけですよ、はい、高田文夫先生から、はい、で僕は関東高田組で東京に行ったの高田先生が面倒見てくれたんで、高田さんって、放送作家、放送作家なんですよ、うん、でそこにいろんなお笑い芸人がいるわけですよ。立川志の輔師匠とか、うん、春風亭昇太さんとか、うん、松村君とか松本明子とか、もうみんな浅草キッドとか、当時もういっぱいそこに僕入れてもらったんですよ、うん、で高田小学校っていう高田小学校、笑う高田、はい、笑うって書いて、はい、高田小学校っていうところに掘り込まれて、いい、ね、ネタを出して行ってたから、はい、競馬中継のネタやってる時に、はい、お前それお前ちょっとね野球かなんかでできねえかって言われて、うん、まあ、作りますって言って、うん、で新年会、うん、お正月いつも高田先生の家に集まるんで新年会で披露しようと思ったら電話がかかってきたんですよ、はい、春風亭昇太さんから、はい、兄貴分ですよね、うん、2日間下北沢の舞台を抑えたから、はい、語りのね舞台やろうって言って翔太さんが舞台作ってくれたんですよ。ほんで怒られて、なんで、ね、高田先生にねネタができたとかねそういう電話しないように作らされるのは俺なんだからとあんたが余計なこと言うと作らされるのは俺なんだからって言って翔太さんに怒られたんだけど、まあ、作ってくれて2日間最初にやったネタは稲尾対長嶋、それが稲尾対長嶋の名勝負を、はい、取材して、はい、九州行ったり、はい、稲尾さんとレギュラーやってたんで、うん、おはよう朝日っていう ABC の番組で、うん、はい、ずっと僕稲尾さんに可愛がってもらってたんで稲尾和久物語を、おそしたら好評を博して、そうなんですよ下北沢で2日間、はい、おで高田文夫先生と翔太さんと、はい、みんな見に来てくれて、はい、で帰る時に高田先生が、うん、ボーン僕の肩叩いて「わあ山田ってお前これで食っていけるぞ」って言われたんですよ。ああ嬉しかったですね。もうそれはもうものすごく嬉しかった。いまだに忘れないです。13年前に「お前これで食っていける」、これはね僕ね自分の中で「いける」っていう言葉がなかったらやってないです。競馬からじゃ現役をどんどん広めてくれたのが高田さんのおかげなんですね。そうです。へえ。稲尾さんからあとどんなものをどんどんやっていく。その後江夏の21球おお、はい、これが日本シリーズの高校の先輩なんですよ江夏豊さん。あ、そうなんだ。じゃあもちろん本人に取材して、もちろん、へおなんや後輩言うて、うん、何でも言うたるわ言うて、うん、江夏の21球取材させてくれて、はい、で西本優雄さんにも取材させてもらって、うん、敵味方全部に取材しました。山本浩二さんから衣笠さんから
もう全員あの試合栗橋さんから試合に出てる人みんなに取材しました。へえ。で取材してよりいいとこ取りをしていくんですか。そうです、それを編集するんです。編集して、はあ。でじゃあスポーツが中心ですよね、はい、あとは他にはどんなジャンルが。もう最初はずっとスポーツでしたね、うん、ずっとスポーツ。その後沢村栄治物語、ああちょっと懐かしい、はい、はい、そっからさあと津田恒美物語、うん、ああもう野球江川対掛布。おお。じゃあ基本的に野球が中心。そうです、最初の3年ぐらいは野球ネタばっかりです。へえ。それがだんだん文化人とか経営者にも広がっていくんですか。そうなんです。あれは嬉しそうな顔して、これがね、客席にね、うん、見に来はるんですよ、その会社の方が、はいはい、だうちの社長で作ってくれないかとか、はい、あそういうのが来るわけ。頼まれるわけだ。ソニーの社員の人が見に来て、森田昭夫さん作ってくれまへんかとか。ほう。そんなん僕もう森田昭夫さんもお亡くなりになってるし無理です言ったら、娘さんと会わしてあげます言うて、ほな常鍋お墓参り行って、はい、娘さんと一緒に、はい、ほなもう森田昭夫さんの娘さんに取材をして書き上げて、はい、はあ、じゃあもう言ってみれば電気物ですね、一代記っていう。まあ今はそうですね。へえ。であとは芸能人にもまた。もちろんです。例えばどんな人。島倉千代子さんとか、はい、作りました、はい、で美空ひばりさん、お息子さんの和也さんに取材できました、はい、あと加山雄三さんとか、お作らせていただきました。すごいですね。僕が知る限り最新作はおもちゃ探偵の関係の北原照之さん物語、これが126本目です。126本あるんだ。はいすごいな。だいたい頭入ってるんですか。合ってます。北原照之さんもあのご自宅にね取材に行って、佐島にお邪魔して、はい、でおもちゃ博物館も何度も通って、うん、もう作らせてもらいました。納得いくまで自分で取材して書いてという、はい、127本目あります。考えて127本目が今完成したばっかりです。話してもいいですか。大丈夫です。何ですか。西郷輝彦物語、はあ、ついこの前亡くなられて。これはもう関西テレビのおかげなんですよ、はい、関西テレビのプロデューサーが、うん、僕のそれを見て、うん、西郷輝彦ドテライやつっていう、はい、関西テレビの持ってるドラマを、うん、もう一回若い人たちに見せたいから、山田さんの語りでドテライやつと西郷輝彦さんを再現してもらえませんか、テレビ企画で。へえ。これが関西テレビで放送されたんですよ。あ、もうオンエア終わったんですか。あの大村コンさんゲストで、田村亮さん、それから高田二郎さんゲストで、はいはい、させていただきました。じゃこれからは自分の舞台でも西郷さん、もう西郷輝彦さんの許可ももらいましたんで、ご遺族の方、いやいや西郷輝彦さんご本人から。へえ。西郷輝彦さんご本人からもうその生前取材させてもらってる時に、うん、もう作っていいよっていう。へえ。歌は歌わないんですか、その中では。西郷輝彦さんの歌ですか、はい、歌は歌わないですでもいい人でした。あ、そう。は、僕の競馬中継が大好きで、へ、舞台でね、うん、こう名馬に並んで、はい、不良と一緒です。不良が泣いたのと一緒ですよね。外を通って西郷輝彦だ、星のフラメンコだ、どてないやつでモーヤンの役をやった、来たぞ来たぞ来たぞ、15歳で福井県から家出をした、モーヤンの役を鹿児島県から家出をした西郷輝彦が、おお、これは自分の役だと思った、花と小箱の原作でダントツダントツどてないやつ一着で、よーしやったるわーいう実況やったんですよ。そりゃ喜ぶわ。これで西郷さんがもう作っていい。はあ、でもし お元気だったらゲストに来てくださる予定だった。あ、そうだったのか。あのさ、あのさって僕も今すごい慣れ慣れしく言ったけどさ、結構僕も自分で人とのね、村上さんの大好き NHK のねエグゼクティブアナウンサーまで行った人が、あのさなんて、これね考えられない NHK のものトップの人が僕みたいな芸人あのさって、これ村上さんの大好きなとこ。ありがとう。それでドヤ顔で、ドヤ顔でもうたまにええこと言った時ものすごいドヤ顔するでしょ。もう俺はめぐぜぐぜプロデューサーだ。何言おうってか忘れてやんかいなあ、そうそう、あのな、あの前やね、時々乱暴でしょ、あのなとか僕もな、人たらしやや。っぱり雅人さんも相当の人たらしやで。僕やっぱり好きな人が、はあ、村上さんって好きがないじゃないですか。そう、好きだね。全然そのね、好きのない村上さんをいじるのが大好きでね
恵比寿なんで僕ずっといじってましたもん。それで2時間笑いっぱなしやったけどさ、いや僕はほんまは人見知りですよ。山田さん全然人見知りちゃうやん。僕大好きだから。はあ。村上信夫さんっていう人が好きやから、これどう突っ込んだらおもろなるやろなって。いやいや、一応僕も NHK エグゼクティブアナウンサーだった。だけどね、時々あのさとかね、なんかそうさせるんですよ。いや山田さんが、いやいや、もう人との境界線全然作らないでしょ。はい、それも小さい頃からだから。子供の時からこんなんです。はあ、だから不良も懐くし。不良も切る、もう本当。嫌な先生かて、だんだんそのうちこう A 先生になっていくわけや。僕ぐらいですよ、体育教官室呼ばれて、山田、昨日の天皇賞やってくれ言われた。学校でもその先生の前でもやってた。やってたんです。はあ。で自分で競馬場行って馬券買ってやはやらないんですか。行きますよ競馬場。行くんですか。馬見に。でもう力入れてお父さんみたいにやってんですか。いや、そんな親父は博打打ちなんですよ。ああ僕はロマンだから。いや、馬の美しさとか。ああ、ドラマ、はい、横山和夫と横山武史の兄弟、天才と言われた弟をもうダメだと言われた兄貴が勝った、これぞ兄の意地だ、それを後ろで見守る父のりひろみたいなね、そういうドラマを聞かせたい。あのな、あのラテだ。物語をこうなんか膨らますというか、こう作っていくのはうまいわな。好きなんですよ。いや普通はあ、ええ話やなで右から左終わりやん。それをこううまいこと作っていくやん。はい。なんでこんな話し方してんやわからんか。村上さん大好き。いや、それはやっぱり才能やね。自分でも天才だと思わない。いや、なんか好きなんですね。人が好きやし、ドラマが好きやし。あ、ドラマチックなものが、ドラマチックなものが好きなんですよ。感動したいから。でもともと映画見たりテレビのドラマ見たりしながら感動して、客ですよ。もう泣いたり、もう芝居見に行っても泣くしね。あ、映画見に行っても泣くしね。あ、僕日本一英客や思いますよ。はあ。人のギャグで笑うし。で抑えないでしょ感情を。抑えません。全部出します。出します。喜怒哀楽みんな出すんです。はい。え、怒るのも怒らないですね。めったに怒らない。笑って泣いて、笑って泣いて、はい、喜哀楽を全部出す感じで、はい。いや今日ももうね、この30分足らずね、こうお腹よじれてますね。どないしようか思うけど、まだ話は尽きない、はい、絶対尽きない。たった30分ではもう終わらないので、また次回もですね、はい、ちょっと笑わせてもらおう。ありがとうございます。はい、いやこういう感じです。はい、もう楽しい村上さんと喋ってたら。ありがとうございました。ありがとうございました。ありがとうございました。また次回もよろしくお願いします。ありがとうございます。